こんにちは、今日は3月11日です。これのことを 3.11 と言いますけど、さて何の日か覚えておられるでしょうか。まあ、本当にそういう言い方も本当は良くないんですけども、でもだんだんとですね、忘れ去られてきました、福島原発の事故と私は思います。でももう少し大きく捉えると、東日本大震災ということですね、5年前の今日、実はこの時にですね、私スポーツジムでランニングしてました。でランニングっていうのはかなり激しい運動ですので、その分からないはずですけども、やっぱり分かりました。であれ、これなんかちょっと自分バランス感覚ちょっとおかしいのかな、ちょっと立ちくらみかなと思ったんですけども、前にある、テレビの画像にですね、まあ大きな地震があったと。おこれは走ってて分かるぐらいだから、すごく大きな地震なんだなと思って、そういうところから始まったんですけども、それがですね、そのマグニチュード9ですよ。でそしてとにかく300キロメートルぐらいの長いところがですね、活断層がドーンとシフトして10メーターシフトした。でそれで、一番大きな問題はもちろん津波ですけども、津波よりもある種 長引いたのがこの原発ですね。5年経ってもまだまだ問題は、解決してません。むしろまだ先が見えないですね。その見えないまま 再稼働しているという、まあ、このひどい状況ということで、この、5年経った今どんなことが起こっているかというのを、まとめてご紹介します。で実は死者行方不明、結局あの5年前のその後もですけども、その死者行方不明は何人だったか、18,456人。これはすごいですよね。本当にその小さな村がいくつかもう消えてしまったぐらいの人数ですね。そして未だに自分のふるさとから遠く離れて、あるいはよその県で暮らしている人たち、避難者がですね、178,000人、ふるさとを離れて暮らさざるを得ない。でそれもですね、自主的に避難した人たちは、それは勝手でしょということで、政府からあるいは東電からも補償を受けられない。でもじゃあもう苦しいから帰るかということもできないというふうな、本当にまあいろんな苦しい思いをしている人が178,000人いるということをぜひ忘れないでください。そしてこの今あえてですね、ご紹介したいことに、3つの問題があります。一つはですね、これ、2月25日の新聞にトップ記事に載ったのはですね、5年間隠蔽という大文字なんですね。で5年間東電が重要なことを隠蔽していた。それは何かというとね、炉心溶融、これ、まあ、メルトダウンという言葉でも有名ですけど、この炉心溶融というのは原発事故の中で最悪のものなんです。有名なのがチェルノブイリ、そして2番目にひどかったのが福島原発、そして少し、まあ、規模は、小さいですが、アメリカのスリーマイル事故、こういう3つがあったんですけども、実はその日本のあの原発の事故はですね、炉心損傷という言葉でずっと引っ張ってきました。で炉心溶融は起こってる、メルトダウンは起こってるということで専門家がずっと発言したんですけど、政府はいやそんなことは起こってない、水が、冷却水が減ったために炉心が損傷した、30% 損傷した、 50% 損傷した、70% 損傷したという言葉でずっと引っ張っていったんですね。ところが、今回分かったのはですね、5年も経ってから実は、炉心溶融を規定する基準というものが、やっと最近見つかった。なんと5年前にあったのがですね、今まで気がつかなかったというんですね。もう一回言いますけど、炉心溶融というのは最悪の事故なんですね。その最悪の事故を定義する、こういうことになったら炉心溶融ですよという最悪の事故を定義した、それのマニュアルがですね、5年間気がつかなかったって書いてあるんですよ。これは本当ありえないですね。そしてさらにもう一つあります。実はですね、環境大臣の、丸川さんという、まあ、女性の大臣ですが、この人がですね、ついこの間こんな発言をしたわけです。みんながわー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 言うことによって何の科学的根拠もない1ミリシーベルトというような根拠のない数字を決めたために、こんなみんなに迷惑がかかってるんだということを言ったわけです。でもですね、1ミリシーベルトというのはこれは世界基準なんですよね。
そして現実に今子どもたちに、今、200名ぐらいの、甲状腺がんが見つかってしまったわけです。普通10万人に1人とか2人とか言われるものがですね、もう今その100倍のレベルで見つかってるわけですね。こんなことが起こってるにもかかわらずですね、1ミリシーベルトが根拠がないなんていうことを環境大理解できない、そういう人間が環境大臣になってるということ、本当にひどい状態だと思います。まあ、このようなこの原発問題だけでもですね、こういう話題がどんどん出てくる、まあ、そういうことを本当に、続けているこの政権を本当にその早く変えていかないといけないと、本当に憤りと悲しみと怒りを感じながらお話をしています。